はいよろしくお願いします、えー、数算最終回でございます速度と道のり丸 ② 平面運動編をお送りしますで、今回はポイントと問題一問の経緯にもありますのでまず一回ね動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてくださいで、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からねポイント説明した後に問題演習や自分の方がねやっていきますのでぜひね見てもらえたらと思いますいいかな では早速ねまずポイントの方からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。よしじゃあ行きましょうラストですね <laughs> じゃあいきます。で,、まえっと、すでポイントの中にもかなり似てはいるんですけど、まあ、平面運動になっているので X と Y 座標がねそれぞれ出てきますと。 で時刻 t に関して t を使って x イコール fty イコール gt とそれぞれの関数で表します。でこう表された時に t イコール a t イコール b までの間に通過する道のり s はどうなるかと。で前回とまあ似てはいます。ab も同じだしね。だから結局インテグラルも ab この積分区間でやっていくんですがこの中身がちょっとごちゃごちゃしててまずルートがちょっとでかく書きますね。で こいつ、x と y をそれぞれ t で微分します。微分です、まず。で、微分するから dx、dt ですよね。x を t で微分。それを2乗足す、y も同じく t で微分した dy、dt を2乗すると。だから、微分したものを2乗2乗して足したものをルートの中に入れる。そいつを積分します。っていうのが公式。 まあこれだけなんでです言ってしまえばであとちょっと余談にはなるんですがこのルートの部分ちょっと書き出しますねもう一回。えー、のの乗乗プラスの2乗でこれが何を表しているのかっていうのをちょっと覚えておいてほしくてこれですねえー、っとちょっと曲がっちゃった。V ベクトルまあ絶対つけてますね V ベクトルとつまりこれ速度の大きさを表してますこいつ速度の大きさです。 まあ今回問題には関係ないんですがぜひ覚えておいてください。速度の大きさを積分してるんだといいかな、まあ、前回ね位相かの話をしました位置速度加速度っていう。で速度こいつを積分すると位置が出るっていう話しましたよねそれと同じです速度の大きさなので速度積分するので、まあ、今回道のりですけど位置が出てくると。いいかな じゃあ、それを使って、1問。最後のね、1問やっていきましょう。平面上動く点 P の時刻 T における座標 XY がこいつです。最後はサイクロイドさんに出てきていただきました。これがね、与えられてると。で、これを T イコール0、T イコール π までの間に点 P の動いた道のりを求めよと。でもこれは平面上の話をしていて、動いた道のり求めろって言ってるから、もうね、ダイレクトにこれで求められます。だから、それぞれまず微分するよ。まず微分ね。 で今回はちょっと青でいいか各スペースが結構あるので丁寧に行きましょうかラストねまず DXDT これを微分すると 1-cosT マイナスとなりますで同じように Y も T で微分するとあれ1はなくなってしまうので sinT かこうなりますじゃあまず2乗たす2乗からいきましょう DXDT T の2乗プラスー dy dt の2乗とでこいつ2乗すると1 2プラス2 c o s t c o s t ですでこの子2乗すると sin2 乗 t ですねでまず1つ目ここはね cos2 乗プラス +sin2 乗なので1は OK でしょうだから全体が 2−2cost になります でそれをね2でくくり出すと2括弧1マイナスコサイン t となりますでこいつねよく出てくる、まあ、非常に出てきやすいんでこの子の変形は覚えておいてくださいこれは2はこの2ねでこっちが2ン二乗2分の t とこの部分に変形されます入っているかがちょっと不安ですがあギリギリ 入ってない、ちょっと下げますね。この変形になります。これ半角の公式ですね。半角の。もともと。こっち入るかな。サイン二乗。二分の t. イコール。二分の一マイナスコサイン t. と、これ公式。これを両辺にで切ってあげれば。一マイナスコサイン t. 出てきますよね。こっち二がくっついて、これが出てくると。いいかな。で。えっ、ー、と。青のいいか。 こっち行きましょう。で、今中身が 4sin2 分の t になっているので、それにまあルートつけましょうか。ルートで次。で、4 s i n 二乗マイナス t っていうのは、4は2の2乗だし、sin はそのまんまね。sin2 分の t の2乗とこうなります。さあ、これを吟味せずに、そのまま外せます、今回は。こうやって。なぜかっていうと、 もともと t 今回ゼロから π で考えているのでこの区間で止まるんですよね。でこの区間であれば sin 二分の t に関しては絶対正を取ります。まあ二分の t ってゼロから九十度までしかまだ取らないのでまあ百八十度まで取ってもね sin は大丈夫なんですけど確定で正が分かっているから外せますと。じゃあ、えー、ルートのねごちゃごちゃしてる面倒くさいのがここまで綺麗になったので最後積分かけていこうと。 S, s とかって置いとこうか。インテグラルかでまあ2は外に出しておきましょう。積分するとまず sin はマイナス cos となります。そのままね。ただし2分の t になっているので2分の t を微分した2分の1。そいつの逆数が出てきます。2分の1の逆数。だから2が出てくる。こうやってね。 で、0から π と。で、まあ、これはくっつけちゃっていいか。前で。マイナス4にして、今、コサインだけ残ってます。π 入れると、0だね。コサイン2分の π0。で、引く、コサインゼ0は1なんで、マイナス1とこうなる。だから、結果的に、答えは4でしたよと。これで終了となります。 まあ前回同様ね、かなりこう優しいというかやりやすい問題で取り上げてるっていうところはあるんですが、まあ公式を使うことによってこうやってシンプルにね、ちょっと変形とかはもちろん入ってきますけど、でも初見ではないと思います。今までどっかしらでみんな出会ったことがある変形を使っているので、まあそれを使って丁寧に解けばできますんで、ぜひね、復習の方もよろしくお願いします。 はいということで、えー、スーさんがラストなんで、最後にちょっとだけ思い出話を話して終わりたいと思います。あのあのよかったら付き合ってください。であのスーさんに関してはですねあの、正直3年ぐらい、3年以上かな、かかってしまいました。途中に2回ほどあの休息期間をね戻す取らせてもらっちゃったので、すみません、本当に、ね、遅くなっちゃって申し訳なかったです。でまあ、正直、えーと、シリーズ、その教科書シリーズで取った中では一番しんどかったかもしれないです。スーさんはいろんなことがあってですね。 そうだから自分が取ってる意味があるのかなとか悩んだ時期もあったんですがまあもともとがね理系の方のみの対象になっているので見る方も少ないっていうのもありましたけどでもみんなに温かい応援を頂い,いてねここまで続けることができました本当にありがとうございますでは引き続きねまあちょっと高校生の数学は一通り一通りというかまあデータまだ終わってないですけど <laughs> まあまあ一とり終わったのでまあみんなの 学校の定期テストの勉強だとか、まあ、受験勉強とか、まあ、使えるところでいいんでね、全部シリーズで全部見ろっていうのは間違っていると思うんでじ、みんなにとって必要なところをピックアップして、ぜひ今後もね、使ってもらえたら嬉しいです。はい、ということで、改めて、噛んだ、改めてになりますが、ここまでね、お付き合いいただき、本当にありがとうございました。ぜひね、また別の動画でお会いしましょう。それじゃあ、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。